アイロボットコーポレーションは、アメリカ合衆国マサチューセッツ州ベッドフォードに本社を置き、家庭用清掃ロボットの設計開発を行う企業。マサチューセッツ工科大学の MIT 人工知能研究所で働いていた、ロドニー・ブルックス、コリン・アングル、ヘレン・グレーナーの3人が設立した会社である。自立型家庭用掃除ロボット、ルンバや、全自動フローリング洗浄掃除機、 スクーバで知られている。アメリカ軍、スワットで爆発物処理や偵察に使用されている軍事用ロボットのパックボットなどを開発していた。軍事用ロボット部門は主力事業の一つであったが2016年2月にアーリントンキャピタルパートナーズに4500万ドルで売却すると発表した。アイロボットは1990年に設立され2000年にデラウェアと合併した。 設立から2003年まで常に赤字であった。2005年11月9日に株式公開し、500万株を24ドル、株で売って1億2000万ドルを得た。i ロボットはかつて商用及び家庭用の遠隔操作ロボットをいくつか開発したが、全く売れなかった。第一世代ルンバ、ありがとうございます。